はい、皆さん、こんにちは。ゾンビ先生です。グノーシア実況プレイ始めていきたいと思います。今回はね、ちょっとね、気分を変えて、乗員13人、グノーシア3体で、もう全部いると。で、ゾンビ先生がエンジニアということでね、バグ当てれたらいいな。はい、ということでやっていきましょう。おっと、また情報交換だ。説と、ちょっと待てよ。説と情報交換しました。今回の説はグノーシアです。いや、どうすんだよ。分かっちゃったけどさ。続きか。話の。それは嬉しいな。説。そうか。あの時の私、消されてしまったのか。そう、めちゃめちゃいいこと言ってくれてたのにさ。説。だけど、妙な話だね。ククルシカは確かにコールドスリープしていたのに。そうそう。ゾンビ先生も確かめたんすよ。コールドスリープしてたんだよね。なんでだ？説、それに船内も一通り調べたんだけどな。いや、ちょっと待って、どっか調べてないとこありましたか？ねえ、ありました？説、格納庫。あの時格納庫の積み荷は見なかったんだ。そこになんかいたのか。ねえ、積み荷を確認するには船長であるジョナスの許可が必要だろう。レビに言われてね。だけど、うん、やはり調べてみる必要がありそうだな。ああ、そうか、レビからね。だから、調べちゃダメだよって言われちゃってたってことね。よし、夜になったら格納庫で落ち合おう。ククルシカの謎を解く手がかりが何かあるかもしれないからね。いや、っていうかさ、グノーシアと、あれか、乗員が協力して、ね、謎を解く感じなんだね。ループ104。まあまあ、そういうのもいいでしょう。そういうなんかバディものとか映画でよくありますよね。敵対するはずのね、組織の2人がなんか協力するみたいな熱い展開だよね。ということで、グノーシアと協力しましょう。はい。ちょっと何をしてるの？節さん、何をしてるんですか？節様、グノーシアですか？はい。で、じゃあ、ジナがバグ開始主義者ってことはね。うん。まあまあ、良かったと思いますけどね。はい。名乗り出ろ。ドクター。3体出るかな？ 3 体出てくれたら助かる。ああ、2体か。どっちだろうね。いやー、とにかくバグをね、なんとかしなきゃいけないんで。だからやっぱジナまず調べないといけないっていうのはあるよね。名乗り出ろ。留守番。留守番もお願いしますよ。はい、OK。さてさてさてだ。それでちょっと整理しておくと、ゾンビ先生エンジニア本物です。セッツはグノーシアって分かってて、なぜかエンジニアとして語って出てきました。で、ジナは AC かバグです。で、ラッキーオジョナスは留守番なんで問題なしですね。で、茂道ククルシカどっちか本物、どっちかが、AC 主義者かバグかグノーシアという状況ですね。まあ、誰もまだ消されたりしてないので、ドクターにも本物が必ず一人いらっしゃるということになります。はい。で、確認しておきますが、グノーシアは3人ですね。3体ですね。で、乗員は13人なので2人いないという状況。あとは全部いるということです。まあ、様子見ましょうか。SQ どうかな。まあ、ちょっとね、セツさんはね、釣れないんで、話が途中だから、SQ でもまあいいけど、どうなんだろうな。茂道は弁護か。ステラも弁護。シャーミンも弁護。ジョナスも弁護。弁護する人多いな。どうしようかな。疑う。誰がいる？いや、まあエンジニア他のやつは当然疑わしいんだが、茂道、コメット。いや、もうちょっとゾンビ先生はあんま何も言わんどこうかな。うん、シャーミンか。シャーミンさっきなんかな、うん、シャーミンさっきなんかややこしいことになったから同調しようかな。あ、ジョナスか。仲の悪い人はそんなことでいいのかっていうのあるけど、シャーミン、いや、わかんないんだよね。もうね、とりあえず同調しとこう。うん、ジナは弁護か。ジナ弁護ってのは怪しいな。なんかシャーミン行こうか。とりあえず、まあ、バグがどっかにいるはずなんで、それをなんとかしなきゃいかんっていうのもあるから、シャミ行っときましょう。ね。おー、ゾンビ先生に入ったな。まあ、シャミだいぶ疑われたみたいですね。シャミに入れたのは他に、ゾンビ先生、ジョナス、SQ、ステラ。
この4人が入れたんでコールドスリープしましたねということで、あまたかよ、いやもうさすがいやもうダメでしょ、もうダメでしょ、うんラキオはシャーミン恥知らずにも程があるね、そんなことで許されると思ったの、ほら床に頭をこすりつけて、もっとだよそれで許しちゃうのかよお前あ切ってしたんだひどいな、ラッキーをそこまでやらせといて結局コールドスリープなんだシャーミンだよ、ケチくせえなケチくせえとかじゃないからね、うん例外だから、あジョナスなんだ仲悪いのにね、仲悪い時にさなんかさあれだよね、なんかあの協力してくれるとは思えないよね、なんだろう何をジョナス断る何も言ってないでしょ、何も言ってないでしょ、ああそういうことか、はいはい、せつなぜ私たちはただ積み荷を見せてほしいだけ、聖域なのだよここは、このジョナスが人生のうちに出会った美史上の品々を収めた宝玉の間、私の目が黒いうちは土足で踏み荒らす真似は許さんよ、決してな、全く話が通じそうにないね、どうする、殺そうこれやばいっすね、言ってみる、飛行殺そう言ってみる、仲悪いんすよ今ゾンビ先生と、ちょっとねちょっとこれはあのなんていうか治安悪いというか、はい、まあ非常に物騒ですけど、どうかなダメかなジョナスを殺そうと説に言った説えそれはうわどうなんだろうそうだよね、でも君グノーシアなんだよ、そんな顔してさ、うん何もうゾンビ先生やろうとしたんですか今、説あちょっと待って落ち着いてゾンビ語ろう、出よう一旦出ようね、落ち着こうゾンビ語ろうみたいなもうやろうとしたのか今危ない、うん、説ふうジョナスの目が黒いうちはかいや結局説さんそういうことじゃんね、だったらうん決めたよ、私はジョナスを排除する結局さまあ本当にねもうちょっと本当にコールドスリープでいきましょうか、うん、説ふふ自分の目的のために他者を犠牲にする、私はそれを恐れていたはずなのにね、じゃあここでやっちまってもダメかい、説こうしてループを繰り返していくうちにいずれ私はやめよう、とにかく私はジョナスを仮想敵として動くよ、でもゾンビカタローにそれを強制するつもりはないからね、いやいやうんまあ殺そうって言った手前ねゾンビ先生もそうしますよ、はい誰を調べますか、あいやまあジナは調べたいですよね、それか全然違うとこでもしかしてバグに当たるかもっていう話でドクター2人を言っとくのは手だけどね、うん、まあ、グノーシアって出りゃまあそれはそれでいいし、だからまあジナ早めに言っとくのはありですけどね、ただな AC 主義者かもしんないもんね、だからこれでさ、これでもしジナ調べてまあ上院ですって話になったとして、そしたらさ、まあ、ゾンビ先生あるいは説が疑われるっていう可能性も出てくるから、ちょっとそれはまだ避けたいのでククルシカか茂道に行こうかな、うん、おっと昨夜ラッキーをククルシカが消滅しました、これバグ退治できたってことだね、おそらく調査の結果ククルシカは人間でした、おやあどういうことだ、ちょっと待てよ、どういうことだん、あでもバグはあれか、上院判定出るのか、 SQ ラキオとククルシカもやられちったの、それってんとどういうこと、
2人同時に消失した場合は、1人はグノーシアに襲われた被害者ですが、1人はエンジニアに調査されて存在が崩壊したバグです。やっぱりそうだよね。バグ当てた、やった。いや、初めてですね。エンジニアで調査して、バグ当てて倒したの。初めてだ。いやー、よかった。はい。うん。ね。グノーシアではなかった。ことやね、はい、エンジニアとして苦しかを調査したとこグノーシアでなかったことを報告した。まあこれでみんなわかるわけだね。ああじゃあ苦しかバグだったんだっていうことだね。うん、えじゃあさもうさゾンビ先生白角じゃん。どうすかね、あんま良くなかったかな、そういう意味ではな。うん、まあまあ重道が本物ですわ。あでもそうか、どっちがグノーシアに消されたのかは分かってないのかみんな。いやいやでもさ、そうそうそう、ありえないじゃない。うんね、エンジニアゾンビ先生がさククルシカ調べててさ、でククルシカがグノーシアに消されたんじゃさね、もう一人ラキオがなんで消えたのか分かんないよね。あそれおかしなことになってかな、ちょっと待ってよ、後で見ますね。重道おっす、報告な。昨日コールドスリープしたのがシャーミンだけど、グノーシアじゃなかったぞ。すまんかった、シャーミン。まあ、すまんかったね。軽い。軽くすまんかったね。ドクター報告ね。エンジニア報告。うん。ラキオって言った人はいないので、うん。ラキオって言った人はいないので、もうこの筋しかないじゃん。ゾンビ先生がククルシカ調べて、うん。ね、バグだったと。この筋しかありえませんぜ。うん。いや、しかしな、コメットに行ったのか。コメットに行くの？だって、さ、あれ、ジョナスなんとかするって話じゃなかったっけ？まあいいか。はい。うん。ジョナスなんとかするって話でなかった？ちょっとここ弁護しとこうかな。うん。コメットに行かれたら困るよね。ジョナスをほら排除するって話だったろ？あ、でも、留守番じゃん。これは疑えないよ。じゃあ、グノーシアさん消してくれよ。それしかないよ。それしかありませんぜ。人間だと言えやろ。うん。うん。セツさん、池シャーシャーそっとね、嘘をついていますけど。はい。ジナは AC 主義者だね。だから、確定しましたね。はい。よかった。バグ当てたの大きいな。これは嬉しいね。SQ か。SQ 疑わしいかな。とりあえず SQ 釣りますか。それはありだよね。それはありだけど、SQ 行っとくか。うん。それはありだけどね。はいはい。かばう人多い？ジョナスはかばうのか。はい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 。うん。ちょっとね、ジョナス排除にね、協力しようと思ったけど、無理だよね。留守番なんで、留守番疑わしいはありえないからさ、さすがに。まあちょっと様子見ましょうか。はい。重道は真のドクター。それはそうなんだよ。それはその通りだね。それはその通りだけど、ちょっと消されないために雑談をしようかなと思う。うん。SQ は乗ってきた。説は乗ってきた。乙女も乗ってきた。OK。雑談は成功しましたね。じゃあ投票始めようって言おうかな。さて誰だ、誰が投票されるんだろう。ジョナスに投票ありえないからな、無理なんだよね。いやね、お手伝いしたかったのですが、コメットが疑われてたんだっけ。じゃあコメットにするか。なんかかばった手前あれなんだけど、コメットにしようか。あんだけね疑われてた。うん、まあそうなりますわね。ゾンビ先生もちょっと、あ、ジナか、ジナはそりゃ入れるよね。説疑われ始めたな。説はそれは疑わしいよね。そうなんだ。正しいんだよね。乙女、ステラ、うん、大変正しいよ。素晴らしいよ。うん、コメント。わかった。僕はコールドスリープね。みんな頑張れ。負けんなよ。はい。じゃあ、ジョナス消してよ。頼むよ。ステラさんなんで協力しようとかかな。このタイミングで。はい。ああ、ちょうどいらっしゃらないかなってやつね。うん、疲れた疲れた。疲れたけど、あ、どうしようかな。いや、別にあれだよね、説と協力しなきゃいけないってことないと思うんで、まあまあ、協力しましょうか。はい。はい、ご無理はなさらないで。優しいな。
さてさてさて、それでククルシカは消せたんで、まあまあ、あのもうね、本当にグノーシアを探せばいいと思いますから、まあまあ説はな、もういいんでいいんで、とステラ調べとこうかな。ステラ怪しくない？ステラ大丈夫？ちょっとさ、グノーシア、ククルシカ入れてるやつはなんかいいよね。SQ コメットに入れてんのか。SQ は本物かな。レムナ乙女に入れて、どうしようかな。誰にしようかな。仲の悪い人ジョナスだからね。ジョナスはでももうさ、調べられないんだよね。乙女、レムナ、SQ、ステラ。まあ、ステラ調べとくか、なんか協力しようって言ってきて怪しい感もあるしね。どうしようかな。ステラに行こうかな。消されねえか。あ、乙女が消滅した。やっぱな。そうかな。そうかなと思いました。はい。乙女、お前の仇は撃ってやるからな。っていうかさ、ジョナス排除するんだろ。ちょっと。レムナはじゃあ信じて、みんな、まあまあまあ、ジナ釣りはありですけどね。ジナ釣りはありだよね。あ、コメントは、そうか、グノーシアじゃなかった。まあまあ、ジナ釣りはありだと思うよ。それ。そうね、絶対的だ。ジナ、そう、それでいいよ。あ、もう諦めたね。いや、もう、悪いけど、今回は。偽物だと分かっているジナ、コールドスリープさせよう。提案した。はい。ああ、反対の人も出たね。まあ、グノーシアだからね、君は。でも、ジナはグノーシアじゃないはずなんだけどな。AC 主義者のはずなんだけどな。説怪しいよね。それは分かるんだ。それは分かるんだ。ああ、だって弁護とかできなくね。だって自分がさ、ねえ、まあまあ AC 主義者だと思ってるっていうのはありだけど、誰か弁護してやれ。ああ、誰もしないか。ちょっと謎すぎるもんだって。ゾンビ先生があ、レムナー、君怪しいなー。ゾンビ先生がさ、説かばうっていうのはさ、ちょっとさすがにないよねっていう話だよね。まあまあ、レムナーはそれはね、ジョナス留守番だからね。ジョナスは断りましたと。ジナじゃない？ジナ。てか、ジョナスをさ、排除するって言ったのは君なんだよ。説さ、なんで？頼むよ。ジナ釣ろう。よしよし、いい感じ。これでジョナス消してよ。ジナ。私が言うべきじゃないけど、嘘をついてごめんなさい。いや、めっちゃもうジナ、本当別れを告げる。ジナさんとあれ何だったんだろうな。ね、その後セツさんに浮気してごめんなさいってゾンビ先生謝ったんだけど、セツと話しておくか、ステラ。やめてくれよ、ほんと、消すとか、セツ。っていうか、消してよ、頼むよ、セツ。ジョナス、敵に回すと意外と厄介なんだ。気を引き締めていこう、ゾンビ語ろう。つって消さないでよ、ほんと頼むよ。ほんと頼むよ、それ。ちょっと待ってよ。今どうなってんだっけ。なんか、ゲームの方にちゃんと集中してない。まあ、茂道本物残ってくれて、だから全然釣れてねえじゃんっていう話なんだよね。ジナ、あ、で、ジナは、いや、ジナも AC 主義者だから、グノシアじゃないのよ。え、これやばくない？もう。え、もうやばいよ。え、これもう終わりじゃないですか。ちょっと待って。あれ？これ負けたか。ちょっとなんかゲームのことをおろそかにしすぎたかな。ちょっと待ってよ。レムナってなんだ？レムナン、グノーシアだとかジナに言われてて、じゃあレムナンは大丈夫なんだろう。おそらく。そっかそっか、調べた人がいなくなってるだけで、あ、ってことだね。オッケー。ちょっと待ってよ。じゃあ SQ じゃん。
S 級じゃん。ね、ああ、よしよしよし、ジョナス消してくれた。よかったよかった。うん、それはそうだよ。え、ちょっと待って。え、これどうだろう、ギリ、ギリ大丈夫、これだってもう負けたんだよね。負けたけど、負けたけど、負けたけど、よしよし、オッケーオッケー。え、え、え、ちょっと待って、ちょっと待って、またどうした、何レブラン。は、は、ご、すいません。僕を隠して、え、え、え、SQ、レムラン、どこ、レムラン、お願いします。え、え、なんか、あの、違うイベントが起こったぞ。違うイベントが起こった。SQ、ゾンビ語ろう、ちょっと入るよ。うわー、来たー。SQ、うふん、怯えたレムランの匂いがするね。来た、来た、来た。怖いの来た。もう逃がさないよ。怖怖、めっちゃ怖い。レムナー、ここかなっと。レムナー逃げて。うわー、レムニャ見つけた。可愛らしい顔しとるけども、レムナー、ヒヒー。 SQ、 あは、やっぱりレムナンが隠れる場所って昔からワンパターンだよね。あ、これあれだ、レムナンとの関係の話になるかな。と、そうそう、私ゾンビカタロには用ないから、バイバーイ。もうちょっと聞かせてくれや。バンされたわ、レムナン。あ、あ、バンされたわいね、ゾンビ先生。なに、100年ぶりの再会じゃん。もっと喜んでくれてもいいんだよ。100年ぶり、ほう。え、叩かれた、かわいそう、やめて、レムナ。あ、許してください、許してください、許してください。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。いやー、レムナどうしたの。 SQ、 あははは、レムネは負けさないよ。今まで私から逃げ回ってたご褒美、たっぷり可愛がってあげる。やめてやれや、レムニャー、かわいそう。レムナ、許して。だってあのさ、やっぱレムナンがあの怖い話の時ね、怖い話の時になんか人の嫌がる顔を見て、なんか歪む顔を見て喜ぶ人なんていたら怖すぎますみたいなこと言ってたけど、自分がだから SQ にそういう扱いを受けてきたってことなんだな、きっと。いや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 、ちょっとなんかジョナス云々のククルシカの話で始まったのに、なんか最後違うことが明らかになっちゃったね。グロンシアが乗員の半数以上となり、この船を支配しました、結果を表示しますということでね。はい、いやー、しまったな、すっかりなんていうかゲームのことを忘れて、なんかジョナスいなくなれみたいなことばっかり考えてたけど、はい、船はもうグノーシアのものだ、彼らは次の停泊地で新たな犠牲者を探すだろう。4日目敗北、7229経験値を獲得、レベルアップ可能ということで、まあ最後の最後まで残ったんでね、割と経験値は多かったですね。はい、ということで、この動画はねこれぐらいにしておきたいと思います。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。もうね、マイループなんか起こるからね、非常にもう楽しいですね。どん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 明らかにしていきましょう。それでは皆さんどうもお疲れ様でした。失礼します。